Who is biblical king? Who is Jesus Christ? And who is Baphomet? Here is my answer in which I claim that king is Jesus and is Baphomet as well. Miss Seri Kimura has sent me a very significant photograph of king at the Louvre Museum, Paris, France, a statue of king with a Baphomet skull in his arms. This statue indicates that king has a very strong connection between king and Baphomet. The name of this statue is King and His Sons. But why does king hold a skull of Baphomet? Today's story starts from here. フランスのパリ在住のセリ・キムラさんがルーブル美術館にある大変興味深い像の写真を送ってくださいました。カインと息子たちという名前の像です。その像のカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。なぜカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っているのでしょうか。今日の謎解きはここから始まります。広し林浜松シティジャパン。林博士先生へ、お調べになっているイエスイコールカイン説、つまりイエスおよびカインの資料となりますよう、取り急ぎこの彫刻の写真をお送りします。カインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意してください。美術館関係者に質問してみました。私のどうしてカインがモデルになったのかについては、ルーブル側の説明によれば、これはカインそのものがテーマではなく、親子3世代をテーマとして表現したものであるとのことでした。しかし、どうしてカインがというところには、フランス人もナチスの話題と同様に触れたくないような印象を持ちました。さらにリサーチして、さらなる情報をお届けします。ただこの彫刻がメインのルーブル美術館の華やかなところではなく、道路に面した裏通りに置かれています。ちょっと寂しい位置に置かれています。セリ・キムラ、パリ・フランス、2017年9月3日。この像のタイトルはルフレ・ドゥ・ケイン、つまり The Sons of Cain、 カインの息子たちとなっています。その像の中央に立っているカインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意し、しっかりと確認しておいてください。一見するとヤギもしくは羊の角のようにも見えますが、このぐにゃぐにゃっと曲がった角に注意してください。これはバフォメットの角あるいは頭蓋骨と言われているものです。実際のバフォメットの像のそれと比較してみます。右がそのバフォメットの像です。細い顔、尖った顎、そして2本の独特な角に注意してください。つまりこのカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。で、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して一枚の絵を残しました。
カシナの戦いというタイトルがついている絵です。上の絵がその絵ですけども、その中には隠し文字の形で数字が隠し込んでありました。 by 林博士発見です。左から7750、そして27です。おそらくミケランジェロもこの数字には気がつかなかったものと思われます。それはともかくも、もう一度しっかりと確認しておいてください。上のカッシナの戦いの絵の中には隠し文字の形で暗号が隠されていました。その暗号を11種ゲマトリアで読むと、77はキリスト、50は聖書の、そして27はカインとなります。ここが重要です。つまり775027は11種ゲマトリアによれば、キリストは聖書でいうところのカインである、キリストは聖書でいうところのカインであると読めます。そのカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っていました。これでカインイコールキリスト、そしてキリストイコールバフォメット林博士説が裏付けられたということになります。セリ木村さんから送っていただいた写真がその裏付け証拠の一つとなりました。セリ木村さん、どうもありがとうございました。 Bye for now。Christ is biblical Cain, the curse and mark of Cain. The curse of Cain and the mark of Cain are phrases that originated in the story of Adam and Eve in the Jewish and Christian Bibles. In the stories,If someone did something to harm Cain, the damage would come back sevenfold. Some interpretations view this as a physical mark, whereas other interpretations see the mark as a sign and not as a physical marking on Cain himself.The King James Version of the Bible reads, Set a mark upon Cain. カインの呪いとカインの印というのは、ユダヤおよびキリスト教の聖書の中に出てくるアダムとイブの物語に基づく言葉である。その物語の中では、誰かがカインに対して何か害を与えるようなことがあると、その7倍の被害を被るという。その言葉について、肉体的な印であると見ている人もいるが、その印についてカイン自身につけられた肉体的な印ではない印と見ている人もいる。例えばキング・ジェームズ版の聖書によれば、カインの上にセットされた印となっている。広し林浜祭りジャパン。アダムとイブの息子がカイン、そしてその弟がアベルです。カインは嫉妬に駆られてアベルを殺してしまいます。それについて God Answer Questions は次のように書いています。
質問。神がカインに与えた印とは何か。答え。カインが弟のアベルを殺害した後、神はカインに、今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。創世記4:11-12と言われました。その言葉を受けてカインは、私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたのお顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。4:13-14と申し上げたのです。それを受けた神は、それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けると言い、そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去って、エデンの東ノデの地に住み着いた。4:15-16と書いてあります。と。以上が God Answer Questions に書いてある内容ですが、要するにカインがカインであると誰にでも分かるような印を神がカインにつけたというのです。その印とは何か、それについて考えてみたいと思います。1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブラノルティはこんな絵を描き残しています。カッシナの戦いという題名の絵です。その絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。言うなれば暗号ということになります。775027です。もちろんこの絵はミケランジェロという人間の芸術家によって描かれたものではありませんので、ミケランジェロという人間の芸術家自身もここにそんな暗号が仕込まれていたなどということは知らなかったものと私林浩司は判断しています。その暗号をユダヤのゲマトリアで読むと、77はキリストという意味になります。ゲマトリアというのはカバラ秘数学に基づく、言うなればですね、暗号ということになります。文字や言葉を数字で表現したものと考えてくだされば結構です。77は11種ゲマトリアによればキリスト、クライストという意味です。そして次の50はビブリカル、つまり聖書のという意味です。そして27はケイン、つまりカインという意味です。上からクライスト、ビブリカル、ケインとなります。そしてこの3つの単語を並べると一つの文が生まれます。つまり Christ is biblical
権威となります。キリストは聖書のカインであるという意味です。こうした暗号を1500年後のイエス・キリスト自身がミケランジェロという操り人形芸術家を通して私たち人間に伝えているという点が重要です。もう一度確認してください。7、クライストです。5、0、ビブリカルです。そして2、7、権威となります。ついでですが、この2の数字に当たるところにいるのが1500年後のイエスということになります。足の皮をベローッと剥いでいます。そして頭には花冠をかぶっています。この中の王であることを示しています。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストは自らの正体を明かしたということになります。繰り返します。 Christ is Biblical Cain、 つまりキリストは聖書のカインであるという意味になります。つまりイエス・キリストはカイン、カインこそがイエス・キリストの正体ということになります。順に検証していきます。画面を見ながら説明します。私林博士はアンドレア・デル・ベルッキョの描いたこのセント・ジェロームの絵こそが1500年後のイエス・キリストの自画像であると判断しています。つまり1500年後のルネサンスという時代に現れたイエス・キリストはさまざまな操り人形芸術家を通して私たち人間に多くのメッセージを残しました。その中の2人がレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・バロノリティということになります。そのミケランジェロについて考えてみます。ミケランジェロの代表作と言われているのがカペラ・システィーナの天井画ということになります。その天井画のほぼ中央に創世記の絵が描いてあります。カペラ・システィーナです。この中央部に注意してください。ここにこのような絵が描かれています。で、この絵を検証してみます。左から一軸の葉、そして一軸の実が書かれています。言うまでもなく左からアダム、そしてイブということになります。中央に下半身大蛇の人物が描かれています。一般にはリリトと説明されています。魔女中の魔女ということになりますが、これはリリトではありません。セント・ジェロームが翻訳したラテン語のワルゲート・バイブルによれば、リリトではなくてラミアと翻訳されています。リリトイコールラミアということになります。ラミアというのは下半身が大蛇で人間の子供を餌としていた魔女中の魔女ということになります。そのラミアの右隣に空を飛んでいる天使が剣でこの赤枠の人物を突き刺しています。これがカインです。そしてその右にいるのがアワンということになります。先ほどのカッシナの戦いの絵の中に仕込まれていた暗号で考えるなら、このカインこそがキリストということになります。カインイコールキリストということになります。で、このキリストで注意していただきたいことは、
ヒゲがないという点です。ここが重要です。簡単に経図を説明しておきます。アダムです。アダムの最初の妻がリリトです。そしてアダムとイブの間に生まれたのがカインとアベルということになります。一番左がリリトです。中央がアダムです。そしてイブですね。そしてアダムとイブの間に生まれたのがカインということになります。そしてその妻イコール妹がですね、アワンということになります。カインの顔にヒゲがないという点に注意してください。もう一度カペラ・システィーナの天井画に話を戻します。カペラ・システィーナです。ローマ法王の選出会場にもなっています。先に紹介しました絵の2つ右隣にこの絵があります。説明によれば、神がアダムに命を与えようとしている絵ということになっています。右が神です。左がアダムということになっていますが、これはアダムではありません。バチカン発行の公式のホームページの中でも左の人物はアダムということになっています。繰り返しますが、右が神、そして左がアダムとなっています。こうあります。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに命を与えるところであると。左の人物は、結論を先に言えばイエス・キリスト自身ということになります。それを今から証明します。本当にこれはアダムなのでしょうか。今度はカペラ・システィーナの壁画をご覧ください。この中央に描かれているのは、一般説でもキリストということになっています。イエス・キリストです。一般には最後の審判の絵と言われています。左の人物はイエス・キリスト自身です。そのイエス・キリストと先ほどのアダムと言われているこの人物の顔を比較してみてください。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。長い鼻、大きな鼻の穴、眉毛、輪郭ですね。そういったところに注意して比較してみてください。髪の毛も全く同じように表現されています。左はアダムと言われている人物の絵です。右はイエス・キリストと言われている人物の絵です。この両者は全く同じです。角度がやや違いますから、違った顔に見えるかもしれませんが、今言いましたように、顔というのは違いがないという点を捉えて同じ人物と判断します。両者ともイエス・キリストということになります。さらに皆さんに証拠をお見せします。この中央の人物はイエス・キリストです。そしてその下に二人の人物が描かれています。ここにも隠し文字、隠し数字が表現されています。7ですね。77は先ほども言いましたようにキリストという意味です。ゲマトリアによればキリストという意味です。十一種ゲマトリアで確認していただきます。ユダヤゲマトリアです。この赤枠で囲った部分に注意してください。 Christ Simple Gematria
777となっていますね。つまり77は Christ、 キリストを意味します。おそらくこの絵を描いたとされるミケランジェロ自身もここにそのような数字が隠し込まれていたということを私は知らなかったものと判断しています。77ですね。先ほどのカッシナの戦いの絵の中に書き込まれていた77を思い浮かべてみてください。77イコールクライストです。つまりここに描かれているのはキリストということになります。そしてカッシナの戦いの数字と一致します。そしてここに描かれているキリストの顔とアダムの顔は一致します。つまり先ほどの人物アダムと言われている人は実はアダムではなくてイエス・キリスト自身ということになります。そしてこれは神がイエス・キリストに命を与える絵ではありません。キリストに命を与える必要はないわけです。つまりその新約神とイエス・キリストが決別しようとしているそのシーンを表現したものだと私林浩司は判断しています。その証拠に今度はこれらの人物の手に注意してみてください。手のひらです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。シグナム・マラーノです。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。ルネサンスの時代においてもユダヤ教徒たちはこのような形でキリスト教の迫害を逃れるため身分を隠しそしてユダヤ教を信仰していました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラーノということになります。中指と薬指がくっついている点に注意してください。このシンボルマークはその後のイエズス会さらにはイルミナティのハンドジェスチャーとなっていきます。シグナム・マラーノです。マラーノというのはもともとは隠れユダヤ教徒の別紙語として使われていました。今日のこの動画で重要なポイントはこれらの絵の中に描かれているイエス・キリストの顔を注意深く見てほしいということです。左の人物がイエス・キリストです。アダムではありません。そしてこの顔を見てください。やはりひげがありません。さらに最初に説明しましたように Christ is biblical Cain、 つまりキリストは聖書で言うところのカインであるというあのメッセージを重ね合わせるとここに描かれているのはカインイコールキリスト、キリストイコールカインということになります。そしてそのカインイコールキリストにはヒゲが表現されていません。なぜヒゲにこだわるか、日本人の私たちには理解しがたいことかもしれませんが、現在の今でもペルシャ周辺ではヒゲが男のシンボルにもなっています。ヒゲのない男は男ではないとさえ言われています。そのヒゲがカインイコールキリスト、キリストイコールカインの顔に表現されていないということです。つまりこのヒゲのない顔こそがカインの印であると私林浩司は判断しています。がここで話が終わるわけではありません。このヒゲのあるなしがさらに重要な発見へとつながっていきます。同じくミケランジェロ・ボナルティが彫刻したとされるのがこのペーター像です。このペーター像の中でもやはりシグナム・マラノが表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。言うまでもなくここに表現されているイエス・キリストは
処刑後の、処刑後のイエス・キリストということになります。その顔に注意してください。このイエス・キリストの顔にはひげがあります。顎のところにひげがあります。そして口ひげも唇の横についているのがわかります。つまりひげによって本物と替え玉の区別がつくということになります。ひげのない方が本物のイエス・キリスト、そしてひげのある方が替え玉の、そして処刑されたイエス・キリストということになります。なお、全く同じ絵をレオナルド・ダ・ヴィンチが描き残しているというのも大変興味深いことです。ここに描かれているイエス・キリストの顔とピエタ像の中に表現されているイエス・キリストの顔は同じです。そしてこちらの顔にもヒゲが表現されています。イコールこのイエス・キリストは処刑された替え玉イエスということになります。最後に一言申し添えておきます。イエス・キリストは二人いたという説は残念ながら私林博士の説ではありませんでした。外国のブリー3803という方から一冊の本が全文コピーされて送られてきました。その本によると、いわゆるクムランテキスト、一般には死海文書と呼ばれていますけども、クムランの洞窟で見つかったその書物によればですね、どうやらイエス・キリストは二人いたということが分かってきたというのです。全体で232ページもの、膨大な資料です。その中でも第10章220ページ前後から読んでほしいということだったので、昨日、1日かけて20ページほどを読みました。大変難解で濃密な、論文集ということになります。それによればですね、どうやらイエス・キリストは2人いたらしいということが分かってきたというのです。これが、220ページ前後ということになります。その中に、そうした記述があります。こうした事実が次々と最近明らかになってきています。この分野の研究はまさしく信者の方も含めて命がけでなされているということですね。そういう真摯な熱い思いというものをこのブリー3803の中にも私は感じました。Thank you very much, Mr. Bully 380. Bye. According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes.
like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, the creation of Adam. バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について次のように説明しています。アダムの創造の絵はその礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品であるが、本当にそうでしょうか。私林博氏の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。広志林、浜松セリージャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで、神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。と。左がアダム、右が神。つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と
比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますからやや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この2人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に2人の人物が描かれています。この2人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまり十一種ゲマトリアによればキリストを意味します。十一種ゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。 Christ Simple Gematria 77ですね。すなわち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね。キリストです。そして77はジューイッシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、分かりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この2人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が、左がイエス・キリストであるとするならば、ローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が
別れようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない。どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。Marano is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continue to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely one of the Maranos. もともとマラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語、つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒、つまりマラノスでした。広し林浜松市ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は見れば見るほど謎めいた壁画です。まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職杖とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。でここを確認しておいてください。左が十字架、そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけども、あれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを描いたかですね。で検証を重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいます。がこの2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが、何やら険悪な
様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテ、つまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけども、本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神、つまりイエス・キリストの向かって左側、右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが、私林宏はまさに人間と神が離れようとしている場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはり、シグナム・マラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別子語でした。つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにピエタ像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシグラム・マラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して、自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグナム・マラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が、奇妙なことにこのイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください。薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して、システナ礼拝堂の壁画とサバジオスと、そしてバフォメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システナ礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに、地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。77と読むことができます。77というのは、ユダヤ・ゲマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。77はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり11種ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と呼ぶことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。27、つまりケインと呼ぶことができます。旧約聖書の中のカインです。で、この775027をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと呼ぶことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたようにもう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形でここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして
今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸、すなわち O です。これ、まあ、V と O ですね。でこの V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは私は I と読みました。 I、V、O、 そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについてもこの後に説明します。でつなげて読みますとイボットと読むことができます。これはボスニア語で alive、 生きている、あるいは life、 生命、命という意味です。ボスニアというのはアドリア海を挟んでイタリアと反対側にあった国です。カッシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。Correction of my mistake、 間違いの訂正です。口述775027の解釈についてイエス、復活、聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤ・ゲマトリアによればですね、77キリスト、50聖書の27回という意味です。全体としては Christ isBiblical King、 つまりキリストは聖書の会員であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ブラノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。でそのコピーということになります。弟子が書き写したということになっています。この絵の中には左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。でこの隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でもジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアによって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27はカインという意味です。カインですね、いわゆる、まあ聖書に出てくるカインですけども、でもう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、ビブリカル、聖書の、そして27はカインという意味です。でこの3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、伝言をですね、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り、人形芸術家を通して私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一度言います。77キリスト、50はビブリカル、そして27はケイン、カインという意味ですね。で口述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから50は、復活というふうに言ってますけども、そうではなくて77はキリスト、50は、聖書の、そして27が、カインという意味です。口述の動画の中では27聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。でその752を取ってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林浩司は考えています。でこの77なんですけども、今言いましたようにユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で5足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと77、すなわちキリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で1500年後のイエスはですね、この絵の中に
キリスト、キリストという文言も隠し込んだということになります。まあ、大変知的能力の高かったといいますか、人間離れした知的能力をですね、まあ、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そして T ですね、イヴォットです。イヴォットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、まあ、国の言葉ですね。 ボスニア語で言いますと、イヴォットというのは Alive、 生きている、もしくは Life、 生命という意味です。ですから、まあ、このような形でですね、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通してイヴォットというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イヴォットすなわち生きているという意味です。すなわち この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。すなわち、まあ、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。すなわちその日にはレオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネッサンスの時代に現れ、ミケランジェロ・ボナノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。で、ここに十字架を持った、まあ、イエス・キリストですね、そしてその右側にバトンを持った人たちが描かれています。なぜここに、十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、まあ、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれをローマ時代のローマのですね、いわゆる、まあ、権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、まあ、両者をですね、対立させることによって、まあ、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、まあ、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じと言いますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。まあ、険悪な雰囲気であることが、まあ、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマランスの手を表現しています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で見せています。ともかくもここに描かれているイエス・キリストは少なくともカトリック教会といいますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じくいわゆる、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して1500年後のイエスはこのピエタ像を通してシグナム・マラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、まあ、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロコードということになります。この大壁画を通して実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。ファホメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士です。まあ、こうして、まあ、1500年後のイエス・キリストはシスティーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、ジューイッシュ・ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。そしてその横には号令、つまり、ビブリカル、聖書のとなります。で、この数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は、27はですね、旧約聖書でいう
アベルとカインのカインということになります。そして、7750になおつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そしてここにはですね V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかし歌詞の戦いの中に出ている文字と比較してみますと IVOT イコールイボット、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまりイエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、ミケランジェロがですね、システィーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわちミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復唱してこの謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね、そして50、この5はですね歌詞の戦いの中に出てくる、5と大変似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、 この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト聖書の会員であり、そしてイボット、ボスニア語で生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですねこのようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くとイエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのもこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書というカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、死んだり生きたりということはないわけですね。今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。つまりイエス・キリストとローマン・カトリック、すなわちマリア教とは対立関係にあったということを示しています。これが結論です。 Bye for now.